はい、皆さんこんにちは。今日からですね、ゴルフパートナーさんとですね、一緒に、立ち上げましたエールトレーニングスクール、やっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。それでは、今日のですね、プロを、紹介したいと思います。それではどうぞお願いいたします。こんにちは。名前をお願いいたします。ゴルフパートナースクールでインストラクターしています島野です。島野プロでございます。よろしくお願いします。今日からですね、私たちエイルとゴルフパートナーさんの方ですね、タッグを組んでですね、やっていくトレーニングスクールという形でやらせてもらうんですけど、なんかそのティーチングで困ってることとかって簡単にあります？こういうのが伝わりにくい。そうですね。やっぱ動かしたいところがなかなか動かない。はい、意識しても動かない人がやっぱり多数。はいはい、ほぼみんなそうだと思う、はい、体の面からやっていただけると、はい、まあ、スムーズにいきやすいことはいっぱいあるかなと思います。はい、なるほどですね。なんかそんなところをですね、僕たちが、協力して、ティーチングプロの方たちが、本当に指導しやすいような体作りというのをですね、目指したスクールをですね、今回やっていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日ですね、受講者の方をですね、呼んでおりますので、紹介したいと思います。それではどうぞお願いいたします。真ん中に、はい、お名前を。脇本です。はい、脇本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかゴルフで悩んでることとかってあるんですか？スイングはまだ安定しないんで、はい、安定したスイングを身につけたいなと思ってます。なるほどですね。じゃあ今日はその、スイング、安定したスイングをできるように、島田さん、のさん、ごめんなさい、島野さんと島野プロと、僕の、トレーニングを受けていただいて、どう変化するかというのをですね、今日やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは、スイングですね、確認させていただきましたけど、プロの方から見て安定しない理由とかって何かあります？頭を動かさないようにはい、はい、してるように見える、はい、しすぎて、まあ、軸を意識してるのか、軸を意識すぎて、はい、バックスイングが面点不足、はいはい、腕でひょいと上がっちゃうような形になってるので、はいはい、強く振ろうとした時に、まあ、助走不足、まあ、スピードを出すための助走が足りないので、安定しなくてフィニッシュが止まれないというような形で、はい、それが安定しない理由の一つかなと思います。はい、ありがとうございます。今さっき言ったように止めようとしすぎて、まあ、本当はこう重心移動が少し右左に行わなきゃいけないのが全くない状態だから、そこを少しこうちょっと頭を越えてみて、少し入れてあげないと、そういうのを少し上げれるような、このぐらい右に重心としては持ってほしい。そうすると、ちょっと大げさに右にこう動くイメージ、まあ、左足を上げるような遊びで、そう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 、そうです、そうです、ちょっと、はい、フィニッシュ少し体がちょっと回る、いい
用語、これだけで全然違いますね。そうですね。すごい。身体操作って聞いたことあります？全然ないです。あの身体操作っていうもの自体が実はゴルフスイングに必要な体の動かし方、要するにゴルフのパフォーマンスアップをするための方法なんですよ。なので体が動きゃいいみたいなそういう感じじゃなくて、きっちりしっかり今の動きをもっと再現性高くするっていうところがこの身体操作なんで、ちょっと一生懸命頑張っていただけると。わかりました。はい、お願いします。はい、でもうちょっと腰幅ぐらいで、そうですね、で、お尻グッと引いてもらう。はい、この状態でも結構引っ張るんで、キープしながら、はい、右のお尻を引きながら、はい、左側に体重を入れる。そうですね、あまり痛くないですね。やっていきますね。はい、右、はい、左、しっかりと一度受けてください。そしてこうやっていいですか。そしたら今度は手を伸ばしてください。で、親指がこっち側、このままグーッとちょっと引いてってもらった時に、ここに引っ張られる感じって感じます？あんまり感じないですか。そしたら膝を前にこう抜く感じです。つま先も、そうです、そうです。で、引っ張ってってもらう、この時に今感じます？感じましたね。この引っ張り感を感じられるかどうかって結構ゴルフで重要なんですよね。で、その時に引っ張ってる時にこの肩甲骨をもっと意識してもらいたいんですけど、で、ちょっとお尻かかってみて、このここに引っ張り感を感じる、ここに引っ張り感を感じる。そして第一、さっき多分今日から教わった大きく動かすことですね。大きく動かすためには肩甲骨を遠心力を使ってギューッと伸ばしていく感じ、これを足から出していくのが必要です。なので親指をこっち側、そしたら左の膝を握りながらグーッと遠くに引っ張っていきます。そうするとこことここに感じる、はい、そしたらゆーっと引っ張っていってもらったら、そのままゆっくり右の足で蹴りながら戻していきます。ぐーっと外側に引っ張り感を感じたら右の足で蹴りながら戻して、はい、で膝がなるべく内側に入らないようにまっすぐ戻ります。そうです、あ、そうです、そうです。で右で蹴りながら、そうです、膝を前に出しながら右で、そうです、そうです。3回転中めっちゃきついっす。結構きついです。本来多分使わないといけないとこですよね。そうす。絶対的に。使わない。でも使えてないからきついです。これで安定間違いなしです。じゃあ、ちょっともう一回打ってみます。おお、めっちゃいい。やばっ。取れるでしょ。そうです。そうです。
右に乗りやすいようにカメラが作ってもらったら多分いいだろう。今日あの提供受けていただいてどうでした？じゃあ普段は、まあ、あの自分一人でこうずっと誰にも教わらずに練習することが多かったので、実際にこうやって目の前で指導してくれて意識するところがこうしっかり分かって、実際目でもこうやっていい感じで打つことができて、とても分かりやすかったです。なるほどですね。ここのトレーニングはどうでした？一応やっぱり普段全然使えてない筋肉の筋肉と体の動きのトレーニングだったんで、すごい簡単な運動だったと思うんですけど、すごい辛かったです。体がもう熱くて燃えてる感じ。疲れました、すごい。なるほどですね。逆に指導して どうでした？伝えたいことを伝えて、まあ、体作ってもらった方がやっぱり早く治る印象が、イメージが、作ってもらった方がやってほしい、近づきやすい、うまくなるスピードがやっぱ上がるのかなとは思います。あのプロの目から見て、最初に僕がトレーニングする前とした後だと、普段にここら辺が全然違ったっていうポイントありました？やっぱり腰、まあ、骨盤の、腰の回転の向きですかね、やっぱそこが全く入ってない状態で、まあ、腕が浮いて上がってた状態は、腰が少し前後のまま回るように、まあ、要は助走距離ということです、助走距離が、増えたり、まあ、あの当てやすくもなるし、まあ、距離も出るようになるかな、なるほどですね。ありがとうございます。ぜひあのまたやりたいですか、こういったトレーニングがあったら。そうですね。やっぱりこうしっかり自分で上手くなっていくのを実感できるんで、ぜひ参加してみてください。はい、ありがとうございます。それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺でさよなら。